最近スパヒューを使い始めましたが、射程が短いので強引にダイナムなどのローラーを切りしに行くと相打ちになりがちです。マニューバーの中では射程短いスパは倒しやすいですか？あとどんなスパヒュー使いが嫌ですか？あー、そうやな、スパッタリーヒュー、倒しやすいですね結構ダイナムからするとやっぱり倒しやすいんやけど、どんなスパッタリーヒューが嫌かって言われると、やっぱね、トーピードがね、ダイナモローラー対応しづらいから、トーピード使ってくるスパッタリー使いは割とめんどくさいかなっていうイメージはあるな。うまく使ってくる人やね、うまくトーピードを使ってこれる人はかなりややこしい、めんどくさい、もうぜひやめてほしいという気持ち。お、変える。登れ、ほいほいほい。いやー、これ死ぬな、くそー、エナジースタンドが取れんかったー。まあでもスパッタリーヒューって相打ちでも全然ダイナムに対して相打ちだったら、まあ、ゾンビ積んでることが多いと思うから、割とアドなんじゃない、アド取れるんじゃないですか。強気に行ってダイナムを倒せる位置まで入り込めているんだったら、割と相打ちでもアドバンテージがありそうな気がするけど、狙ってきすぎだろう、ヤンキーすぎる、あの洗濯機。ダイナモ2枚ですからね圧はめちゃくちゃかかるけど、うわー、これくんのエラ、いて、助けてー。あーっと、こりゃまずいっすね。結構得られるなー、これ。カーボンしましょうか。いけ、リードいけるだろうか。ほら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 、ナイス、いいキルじゃないか。これはデッカちゃんキルなので、何で打ちたくて、うわっ、くそ、洗濯機結構引いてたな、えらっ。ナイス様が、あそこに来るんや。いってー、マジか、似てるね。これでも僕らカウンターアサリなくなっちゃうから、アサリを拾っとかないといかん。あれ、やれてない。あ、なんで、おー、いい、クソランスがよクソがよ、ガチアサリは作ったけど、ナイスナイス、いるー、拾わないと、拾わないと負けちゃう。あ、でも
カウンターサリができるか。あ、やめんかった、どっちも。オッケー、カウンターサリ取られて行きたいね。オッケーオッケーいけ、まだいけるまだいける。まだいける。ナイス、最強かもしれん。最後の僕の動き最強かもしれん。強すぎ強すぎ、これはえぐい。お疲れ様です。毎日ダイナモ生活、湯船に浸かる目安時間として毎日拝見してます。そこで質問なのですが、お風呂に入って最初に洗う箇所はどこですか？ちなみに私は石鹸を最初に手に取るので左手です。なるほど。僕お風呂にまず入って最初にあれやな、その首から下をシャワーの水をかけながらなんか鼻歌タイムがある。なんでどうやろう、これを入れるんだったらそれやな。で、だいたいスプラ替え歌とか作るときはそれを作ってる、そこで作ってる、そこのタイミングで歌詞考えてる。で、まあ、それを抜きにするんだったら、ね、なんやろうな、頭かな、髪の毛から洗うかも。なんか桶みたいなのに座って。あ、でもヒゲ剃るな、まずヒゲを剃ります。タンキーヒゲを剃る。んで顔ヒゲ剃って洗顔して髪の毛洗って体洗ってっていう流れになっていくかな。石鹸とか使っていくのはですかね。一番最初ヒゲ剃ってるという流れです。おいおいじゃねえがおいではねえが。ナイス、いけ、ナイス。前に詰める、はい。え、嘘、なんで、マジか、これ3勝目だったのに。めっちゃショックやねんけど、なんで